さん。ん？せめてこれを稲さんからと、少ないけど俺から。ああ福さん、生きて必ず帰ってきてください。お前のバカさ加減にはつくづく呆れるな。香港行きの手配ありがとうございました。おかげで誘殺は食い止められた。これはささやかな礼だ。本当にありがとうございます。お前は無鉄砲のやつだから心配だぜ。俺がついていく。どういうことだ。一人で生かすわけにもいくまい。それに乱帝の動きを我々も知っておく必要がある。ということさ。
我が遠征剣が旅の手助けになるだろう。え？宋の代より河北省に伝わる飛剣遠征剣、その奥義遠征配流を君に教えよう。騎将。はい。これは相手の攻撃を利用して投げる技だ。まず型を説明する。よく見ておきたまえ。相手の攻撃を受け流すよう一歩後ろに下がり、同時に腕に力を込め相手の重心を崩し、すかさず足を蹴って投げる。実戦ならここで突きを入れる。投げただけではとどめにはならないからね。まずは体さばきからやってみたまえ。一歩だけ重心を後ろに移すのだ。よし、体さばきはそれでいい。次は下がるのと同時に腕を使って相手を崩すのだ。さあやってみたまえ。そう、その感じだ。次は相手の足を蹴って倒すのだ。さあやってみたまえ。無駄な力が入ってるぞ。よし、肩はそれでいい。だが遠征配流は相手の攻撃を捉えてこそ身についたと言える。起床、相手を。え？短期間で身につけるには実戦が必要なのだ。お前は本気で打ち込みなさい。わかりました。始め。よろしい、上出来だ。君は予想以上の才能を持っている。いえ、お二人の指導のおかげです。この遠征配流は相手の攻撃を読んでこそ進化を発揮する。まだそのタイミングがつかめぬならもう少し練習してみるかね。いえ、もう大丈夫だと思います。そうか、今の私にできることはここまでだ。このご恩は忘れません。行くか。はい。危ない。騎将、後ろだ。お前、香港行けない。 Because 俺様に負けるから。クキThank you.
なぜお前がここにいる？ランテはどうした？ランテ様、もう海の上、香港行きの船の中。香港？ランテは香港か。できまい。俺のせいで。気にするな。この怪我すぐに治る。先に行け。翔。せがれは心配ない。修験達の居所は今はわからない。しかし代わりに信頼できる人物を紹介しよう。唐李翔、香港の老子の一人だ。住所はここに入っている。ありがとうございました。原崎。葉月くん。脅かしたか？ううん、大丈夫。でも違う意味で驚いちゃった。違う意味？だって葉月くんのことをお祈りしてたら、葉月くんが突然現れたんだもん。俺のこと？香港に行くんでしょ、葉月くん。どうしてそれを？福原さんを問い詰めて聞き出したの。だってこのところ葉月くんの様子が。そうだったのか。葉月くんの性格分かってるから私何も言わない。でもこれだけは持っていって。どんなことがあっても葉月くんを守ってくださいって一生懸命お願いしてあるから。原崎。よかった、葉月くんにちゃんと渡せて。
に戻る準備がいろいろあって、ここのところ結構忙しいんだ私。そうか、原崎はもうすぐカナダへ。じゃあ私帰るわ。ああ、気をつけて帰れ。うん。二人とも旅立つのね。もっと時間が欲しかったね。